山陽工業公式 TV カガチャンネル。9月といえばなんだべ、紅葉だべか。もう少しさでは山さビャーっと色こついで綺麗になるな。はい、どもどもカガッチでーす。アトッチでーす。ヤグッチでーす。わー、はい、今回も始まりましたカガチャンネル。早くもカガチャンネルは第6回目になります。さあ、ここで問題。冒頭の秋田弁は何て言ってたでしょうか。サトッチこれ9月は紅葉が、ビャーン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 、だんだんと綺麗だから楽しみだなって言ってたと思いますまあ半分正解なようで半分違ってるような。正解は夏といえば何かな、紅葉かな。まあもう少しすると山にビャーっと色がついてビャーっとバババーっとね、ハーっと色がついて綺麗になるよねと言ってました。なるほど、はい。まあ分かんなかった方の方が多いと思うんですけども、まあ毎回ちょっと秋田弁は挟んでいきたいと思いますので、引き続きお付き合いください。はい、ということで本日のカガチャンネルは、改めてカガチたち広報部がお仕事をしている広報部屋の紹介と、サトチとエグチの紹介を行っていきたいと思います。ちなみに広報部屋のイメージってどんなイメージかな。明るいです。明るい、カラフルなイメージがあります。カラフル、カラフルってカラフルだもんね。まあ、イラストも飾ってあったりとかして結構カラフルな感じなので、どんな感じのお部屋で仕事をしているのかなっていうのをこの後の動画でご紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひゆっくりと見ていただけたらと思いますでは広報部屋の様子へどうぞ。はい、それでは早速広報部屋へ、行ってみたいと思います。さあ、広報部屋の紹介ということで、こちらが広報室の入り口になります。では早速入っていきましょうかね。よいしょ。お疲れ様です。はい、さあ広報の部屋に入ってまいりました。この長い大きな机がみんなの作業する机となっていますが、まあ、動画を撮るよって言ってたので、リカちゃんをはじめ動画に映りたくないメンバーは退散しておりますで、奥にはこの後の動画で紹介するサトッチとエグッチです。わー、今何の仕事してますか。今は式典の準備の計画表を作っています。式典の準備の計画表。エグッチは何してるかな。同じなんですけど、同じの式典の、手分けしてやってる感じですね。はい、頑張ってくださいこの後ろの壁には見てわかるようにイラストが4枚飾ってあります。ここは社長たちが野菜になったイラストで、こっちがサヨリンで、エグッチの後ろにはリカちゃんとカガッチが描いたキリン、そしてストッチの後ろにはリカちゃんとカガッチのイラストです。で、広報では来客の対応もお仕事の一つとして行っているので、コーヒーのセットも置いてあります。そしてそしてちょっと散らかってて申し訳ないんですけど、こちらがカガッチの机になります。はい、今ね社内報のしおりの編集を行っていたので、イラストレーターが開いてあります。でカガッチの後ろには大きな棚がありまして、こっち側にはパカッて開けると必要な書類だったりとか本とかいろんなものがしまってあります。そして右側にはカメラの練習の素材にも使っているいただいたニャンボー、そしてダンボーたち、さらにはじゃん、最近カガッチがハマっていて写真の練習に使いたいと思いながらもまだ使えていないダンゴムシさんたちが置いてあります。結構広めな広報室なんですけど、
まあ、人数がたくさんいると結構パンパンな感じがしますね。ここの後ろの扉、ここを入っていくと社長室につながっています。まあまた別の動画で社長室の様子も紹介していけたらいいなと思うので、ぜひ楽しみにしていてもらえたらと思います。はい、という感じで広報部屋の紹介を行ってきました。さあ、こんな感じの部屋でかがっちも含め広報のメンバーはお仕事を頑張っています。ではでは引き続きさとっち、えぐっちの紹介に入っていきたいと思いますので、ぜひゆっくりと見てみてください。ではどうぞ。それでは簡単にですが自己紹介を行っていきたいと思います。さとっちからお願いします。はい、皆さんこんにちは、さとっちです。産業工業に入社して1年くらい、ちょうどりかちゃんと同じくらいになります。好きな食べ物は梅干しで、今頑張っている業務はイラストレーターです。どうぞよろしくお願いします。続いてえぐっちどうぞ。えぐっちです。さとっちと同じ時期に入社しました。好きな食べ物は唐揚げです。今頑張っている業務は、まあ、動画編集を頑張っています。よろしくお願いします。お願いします。今回私たちの紹介ということなんですけれども、かがっちさんが考えてくださったんですけれども、今回はじゃーん、じゃーん、このくじ引きの中に何が入ってるんだろう、何が入ってるんだろう、開けてみてのお楽しみだそうです。私たちに関する質問の紙が入ってると思いますので、ここから1枚ずつ引いていきたいと思います。それでは早速始めていきたいと思います。それではどうぞ。1枚目です。1枚目に引いた質問はじゃん、ちょっと見えるかな、広報のイメージを漢字一文字で、え、広報のイメージ漢字一文字、漢字一文字、さとっちからどうぞ。漢字、産業工業の広報部は産業工業をたくさんの人に広めたい、そのためのお仕事を行っているので、イメージ、私のイメージは広い、広がるの広です。おお、では続いて出口、ちょっとそれ言おうと思ったよ。つるい。私のイメージする漢字は楽しいの楽、楽っていう字なんですけど、自分たちが楽しみながら仕事をしないと、産業工業の良さって周りの方に伝わっていかないと思うので、楽しいにさせていただきました。実際楽しいもんね。実際楽しいです、いろんなことありますけど、楽しいです、楽しんでさせてもらってます。2枚目、そうだね。では続いて2枚目、何枚入ってるんだろうね。何枚入ってるんだろう。じゃあ私が次振ります。はい、じゃあ引きます。続いてはこちらです。じゃん、何かな、得意技。えぐっちからどうぞ。えぐっちの得意は暗記です。おお、理数系は全くダメなんですけど、暗記はすごく得意です。えぐっちの人聞くと結構答えてくれる。結構覚えてる。本当本当にそれ。さとっちは、さとっちの特技は桃の皮むきです。ちょっと思い浮かばなかったんですけど、最近桃を買って、あの桃って結構剥くの難しいじゃないですか。ちょっとカット。カット。さとっちの特技はみじん切りです。生姜とかネギとかみじん切りにするのが結構好きです。すごい羨ましい。私めっちゃ苦手です。もう苦手です料理が。教えてください。はい。